はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと収穫したい枝豆の話をしてみたいと思います。この枝豆の品種はですね、種が3個入ってるタイプの枝豆ですね。それで、今年はですね、なぜかカメムシが全然発生しなかったんですよ。で、普通枝豆っていうのはですね、鞘ができた後に中身が増えていくんですよね。だから鞘ができたら種ができるんです。それでその種ができる過程でですね、細ヘリカメムシっていうカメムシの種類がいるんですけれども、それがですね、中のまだ成熟してない柔らかい種の元になる液体をですね、振っちゃうわけなんですよ。そうするとうまく種ができないので、そこだけですね、3個できるはずの種が2個になっちゃったりとか、1個になっちゃったりとか、そうなってしまうわけなんです。それで今年はその細ヘリカメムシの発生も少なかったみたいで、この今見てもらってる通りに結構、結構いいと思いますよね。今年は、去年はもう全然石灰しか畑入れてなかったんで、この中身がですね、全然入ってなかったんですよ。でも今年は結構入ってるのが多いんで、で、これは違うな。たまに2個とかになっちゃうのもあるんですけど、これはあれですね。これは今回2つの品種作ったので、それがちょっと混ざっちゃってるんですよね。だからこの種が2個になるやつと、あと種が3個になるやつ、2つの品種作ったんですよ。病気とかそういうのの対策ですね。よく株の取引でも株式投資とかでも言いますよね。この日本株だけ買うとまずいので、その日本の債券も一緒に買うとか、一つの卵を一つのカゴに盛るなって言いますよね。だからその日本の株だけ買っちゃったら、それが暴落したらもうそれだけ自分の資産が減っちゃうのを防ぐために、その株式とは逆の動きをする債券を買っとくことで、そのリスクを減らせる。例えば、1万円あったら5000円は日本の株があって、残りの5000円は日本の債券を買ったり、そういうことですよね。それと同じ感じで、この枝豆の栽培も、違う品種を2種類作って、その結果こういう種が3つになったり2個になったり、これなんかは黒くなってるの見えますか？これがその細ヘリカメムシってのに吸われちゃったやつですよね。だから毎年必ず数匹かどうかわかんないですけども、発生するわけなんですよ。だからこういう被害に遭っちゃうわけなんですよね。
だから、やっぱり、堆肥、ちゃんと入れて、石灰まいて、石灰まいて、堆肥をちゃんと入れて、それで、まあ、花が咲く時期に、ちょっと、仮肥料、まあ、こういう、中身を充実させる肥料、まあ、自分なんかは草木灰入れましたけどね、それを入れて作るのが枝豆作りにはいいと思いますよ。で、まあ、ビールとかですね、そういうの飲む人はこういう枝豆とかなんか好きですよね。でも自分はビールを飲まないんで、だから、まあ、綿花のその、ためにですね、枝豆は作ってるだけですので、まあ、とりあえずでもこれは、これから、まあ、塩加えないで、水だけで茹でてできたんで、まあ、茹でて、それで、冷凍庫に入れてこう保存したいと思います。で、大体居酒屋とかそういうところで行くと、まあ居酒屋とかやっぱお酒飲まないんで自分はわからないんですが、結構な値段するんじゃないですか、これだけの量でも。その商品として付加価値がつくじゃないですか。ただこうやって枝豆売るよりも、まあそう調理することで付加価値がつくので、まあ商品として高く売れるっていうのがありますよね。ただ、まあ結構するんじゃないですかね。おつまみだって今枝豆、まあ、自分の知る限りでは、そのスーパーで、このぐらいかな、もうちょっとかな、もうちょっと入って、300円ぐらいだったと思いますね。意外と収穫できないんですよ、枝豆って。ここに写ってるの全部じゃないんですけど、どのぐらいだろうな、10株分取って、小さいっていうか普通のスーパーのビニール袋あるじゃないですか。あれが大体、あれの3分の2ぐらいですかね。がいっぱいになるぐらいしか取れないんですよ。だから、いっぱい株が植わってる割には、収穫できないので、そういう意味ではもうちょっと株間をですね、狭くしてもよかったのかなと今思ってるわけなんです。今ちょうど株間がですね、30センチだったんですけれども、まあ25センチぐらいにすればもう少し枝豆の株をこう、まあ、種まきですね。15センチの株間にすればもうちょっと種まけたかなと思うんですよ。まあとりあえず枝豆に関してはこんな感じですね。それと、あと前回の動画でですね、じゃがいもの保管方法について話をしたと思うんですけれども、その後ですね、そのじゃがいもがどうなったかっていうことについてちょっと話をしてみたいと思います。まあ、これはじゃあこっちに置いといてもらって、で、これがですね、前、
保存方法を紹介した時のじゃがいもですね。あれはいつ頃だったですかね。1ヶ月ぐらい前だったかな。空き箱に新聞紙敷いて、それでじゃがいもを重ならないように並べて、それで、さらにこの上に新聞紙を載せるだけっていう。で、基本的に、まあ、保存してるところは、本当は、暗くて、冷たい、倉庫みたいなところがいいんですけれども、まあ、なかなかそういうのって、ある家とない家があるじゃないですか。だから、まあ、自分はその常温でこれ今まで保管してきました。で、まあ、これ見てもらうと特にその芽が出ちゃったりとかっていうのはないですけれども、少しなんか柔らかくなってる感じですよね。だから、まあ中にいっぱい水が入ってますんで、やっぱり、まあ少しずつはですね、傷んじゃうと思うんですよ。でも、今、もう7月の下旬で、まだこれ持ってますから、とりあえず、秋ジャガを作るならば、まあ、ギリギリ持つかなって感じですよね。常温でも。もうよっぽど暑いところだとダメですよ。もうすごい、なんていうのかな。今、外を出るとすごい、梅雨のこの蒸し暑さとこう、何もしなくても汗かく感覚っていうか、そういうのあるじゃないですか。だからそういうところだとダメですけど、まあ普通室内にいる時にこの冷房がちょっとかかってるとか、まあ外出してる時もそんなに気温がですね、極端に高くならないような場所ならば、まあこうやって保存できるわけなんです。だから、秋ジャガ専用の品種、まあ作って、こう、回していけば、保存はできるんでしょうけど、まあ、台風がですね、やっぱり秋ジャガって、被害が結構あると思うんで、やっぱりそれが課題ですよね。まあそれできるところってなると、台風の被害が少ないやっぱり、ところになると思うんですよね。でも確か今年は台風はまだそんな発生、3個ぐらいしか発生してないみたいですよね。だから、まあ、今年台風来ない、あんまり来ないっていうのなら、秋ジャガもですね、ちょっと作ってみたいなとは思うんですけれども、でも大体こう話してると、強力なのがなんか一発来ちゃったりとかするわけなんですよ。だからあんまり、まあ期待はしてないわけなんですけれども、まあそんな感じですかね。とりあえず、まあ、枝豆もうまくできましたし、あとじゃがいももこんな感じでですね、まあ、とりあえず腐んない程度に保存ができるということで、まあそういうことですよね。ってことで今日は、その収穫した枝豆ですね、それと、保存しといたじゃがいもがその後どうなったかについて話をしてみました。以上です。